皆様こんにちは。エコワークス代表の小山です。この動画では有識者の方々に住まいの未来についてインタビューしてまいります。さて今回のテーマは気候危機と住まいづくりです。最近全国で豪雨などの異常気象が増えてきていると思われませんか？それは地球温暖化による気候危機が原因と言われています。だからこそ今二酸化炭素排出量を削減することが求められているんですね。では気候危機と住まいってどんな関係があるのでしょうか？今回は気候危機に関する研究において日本の第一人者でいらっしゃる国立環境研究所地球環境研究センターの江守先生にインタビューさせていただき、地球温暖化の現状と未来の予測、そして地球温暖化防止のためにこれからの住まいづくりはどうあるべきか、その理想をお聞きしてみました。キーワードは絶地は楽しいです。それではどうぞ最後までご覧ください。今日は国立環境研究所の地球環境研究センター、ちょっと長いですがそちらに来ています。省エネルギー住宅やゼロエネルギーハウスの普及の根拠となっているのが地球温暖化、最近は気候危機と言いますけれども、そこの研究をしている国の機関がこちらになります。皆さん方にぜひこの省エネルギー住宅やゼロエネルギーハウスの必要性について情報をお伝えしたく取材に参りました。先生で今日貴重なお時間ありがとうございます。よろしくお願いします。お忙しいところ、はい、最近は気候危機という言葉も使われ始めたと聞いておりますけれども、そういう地球として長期的なリスクがあって、そこの研究をしているのが日本としてこちらの研究所だというふうに承知しておりますけど、まずここの研究所の研究テーマの概要、はい、この地球環境研究センターのことについてちょっと簡単にお話しいただければありがたいです。はい、国立環境研究所として、全ての環境問題をやってるんですけど、地球温暖化、気候変動ですよね、それから生態系の問題とか廃棄物の問題とか化学物質リスクだとか、災害の環境問題だとか、さまざまあって、我々のセンターはですね、一番なんていうか大きい部分っていうのは観測なんですよね。大気中の CO2 の濃度の観測で、これがはい、これ息吹といって、CO2 を宇宙から測ってる人工衛星ですよね。であと僕がやってるのは将来予測で、そのスーパーコンピューターでシミュレーション、大気と海の、物理法則に基づく計算をして、で将来の気候はどうなるかと。でちょっと別の研究センターになるんですけど、じゃあどうしたらいいかっていう対策の部分ですね。どういうふうにその排出を減らすためにどういう政策が必要かとか、でそこでもちろんそのネットゼロエネルギーハウスがいつまでにどれぐらい減らなくちゃいけないかみたいなことも関係してきますし、はい、そういうことをうちの研究所全体ではやっています。はい、産業革命以降の平均からどれだけ上がるかということで、予測が今どんな形で予測されているのか、国際的な知見というか、合意というか、そのあたりのことをちょっと教えていただければと思います。はい、まず世界の平均気温で、産業革命前から現在まで、大体1度、最近だと 1.1 度とか言われますけれども、それぐらい上がっていると。で今後、このまま大気中の温室効果ガス濃度、CO2 をはじめとして温室効果ガスっていうのは増えていくと、気温がさらに上がっていくっていうこと自体はもうこれはどう考えても間違いなくて、あとそれがどれぐらい上がっていくかっていうところですよね。じゃあその2度上がりますか、3度上がりますか、4度上がりますかっていう話で、それぐらいのこう予測の振れ幅はあるよと。だけど、それぐらい上がるっていうことはもうどう考えても間違いないですね。平均気温が上がるっていうのは、確かその北極とかでは、日本の上がり方よりもたくさん上がるので、グリーンランドの氷も、そういったことで溶けるという話を聞いたことがあるんですけど、そのあたりはどのぐらいこう
違いがあるんでしょう。そうですね、あの世界平均気温で例えば4度上がりました、うん、あのまあ、かなりひどく温暖化した場合、うん、2100年にそれぐらい上がるんですけれども、うん、と予測されるんですが、でそうすると北極のあたりは例えば8度とか上がってますよね、うん、倍なんですね、ええ、うん、でそれはあの、まあ、一つには氷が溶けるので、うん、で氷っていうのは氷が存在していると日射をたくさんこう跳ね返すわけですけれども、うん、北極海の氷がなくなると海面があの海が表面が出てくるわけ で、うん、でそうすると氷があった時に比べて太陽の光をたくさん吸収します、うん、でそうするとさらに温度が上がって、うん、さらに周りの氷を溶かして、うん、でさらに日射を吸収して、うん、さらに温度が上がってっていう悪循環になるので、うん、そういうところでは温度上昇が増幅されると、うん、だから平均何度って言っても場所によってはもっと上がるんだよっていうことを、うん、あの分かんなくちゃいけないんですよね、うん、もう氷はもうグリーンランドも含めてこう溶けていくとその海面にどのぐらいの影響があるってい こう予測なんでしょう。今世紀中で、まあ、かなり上がった場合で1メートルぐらいですかね。うん、1メートルなんですね、太平洋とかの島国には相当な影響があるということですよね。そうですね、日本なんかでも砂浜はほとんどなくなっちゃうんじゃないかっていう、あのよく今寒氷期、氷河期と氷河期の間という議論があって、はい、もっとその長期のレンジだと、まあ、地球の気候こうなるんでしょうか、はい、今そういうもともと変動がある中で今何が問題というふうに、まあ、議論されてるんでしょう。過去その、地球の気候っていうのは10万年ぐらいの周期で氷期と寒氷期っていうのを繰り返してると、それで、じゃあ次その氷期がいつ来るのかっていうと、うん、まあ、天文学的なその計算によると5万年後なんです。まあ、そうなんですね、5万年なんですね。でですので今はその安定した寒氷期がまあほっとくとこうやって続いていくと、うん、でその中で人間活動によって温室効果ガスが増えていることによってそれが一番のその気候、地球の気候を変える原因になってるっていうわけですよね。でしかもですね、5万年後天文学的なリズムでいうと氷期が来うるんですけれども、その時に人間があまりにもたくさん CO2 を出してしまっているとその氷期も止めちゃうんじゃないかという可能性もあります、はい、そんな地球の長い歴史の氷期寒氷期に人間活動の影響が勝つわけがないじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけど、勝つんですよ。でそんな気候まで人間活動の影響っていうのは大きくなっちゃってるっていうところがすごいところでして、でもっと短い時間スケールだと太陽活動の変動ってありますね、で太陽活動が弱くなったり強くなったりして、その前回すごく太陽活動が弱くなった300年前ぐらい弱くなったんですけど、その時と比べて考えてもですね、今人間活動で温室効果ガスが増えてる効果の方がそれよりずっと勝っちゃうんですよね、そういう意味ですね、はい、太陽活動に人間活動が勝つわけないじゃないかって思うかもしれないけど、それが自然に変動する量っていうのと人間活動が温室効果ガス増やしてる効果っていうのを比べるともう人間活動が勝っちゃうんですよ。それぐらい凄まじくなってるんだっていうことを我々は理解しなくちゃいけないと思います。今温室効果ガスというキーワードが出てきましたけれども、どのぐらいこう減らしていかないといけないということが、まあ、研究者によって問題提起されてるんでしょうか。はい、どれぐらい減らす必要があるかっていうのは温度上昇をどこで止めたいかによるん で、うん、でそれでいうともう国際社会はパリ協定でどこで止めるか決めたわけですよね、で、それが、はい、それが2度より十分低くできれば 1.5 度と、うん、で 1.5 度を目指すのであれば2050年には世界の CO2 の排出量を、うん、ネットゼロ、うん、実質ゼロですね、にしなくちゃいけないと、いうことが分かってるわけです、大体の目安としてですね、なのであと30年で世界の CO2 排出量は実質ゼロ、そこまで減らすっていうことが大目標なわけです。それが 1.5 度目標を実現するには、石油石炭ガスを燃やさない、基本的には燃やさないってことですね、ということが、おおむねの目標として議論されてるわけですね、燃やしても、その燃やして出てくる CO2 は地中に封じ込めるっていう、CCS っていうふうに言いますけど、もしそういうことをやるんだったら燃やしてもいいけど、
火力発電所だったり、車、まあ、ガソリンエンジンだったり、まあ、いろんな工場とかで、それにこう成り立っている社会なわけですけれども、本当にその、まあ、脱炭素という言葉も聞きますけれども、そちらに向けて、価格っていうのは向かっていくということなんでしょうか。基本的にはもう向かってると思いますよ、ね。うん、まあ、ご存知のようにやっぱり再生可能エネルギー、まあ、特に太陽風力がものすごい勢いで安くなっていってますの で、うんうんうん、でまあ、蓄電池もどんどん安くなっていってますので、そのうちその再生可能エネルギーで発電した方が化石燃料を燃やすよりも安くなれば、みんなそれを使うようになるので、で世界の一部の地域ではもうそうなり始めてるわけですよね。まだまだスピードは足りないんですけども、最終的にはもうみんな太陽風力使えばいいっていうふうになればいいんじゃないのっていうところに向かってると思います。私はもう住宅建築のフィールドしか知らないんですけれども、住宅部門、まあ、家庭においても、国の目標としては CO2 の削減が2030年までに、まあ、約4割削減だったり、あと地球温暖化対策計画では2050年頃には、まあ、家庭というのはもうほぼほぼ、CO2 を出さないカーボンフリーな社会を目指そうというふうに書いてあるんですけれども、まあ、そういった目標が今先生方のような研究に裏付けられて進んでいるということなんだと思うんですね。で、その日本の目標や世界もこのいろんな目標を立てていると思うんですが、その今の目標で、2度 C とか 1.5 度 C とかっていうのはどのぐらい実現可能性といいますか、世界の、まあ、日本だけが頑張ってもしょうがないと思うんですが、全体的にどういうふうな評価をされていて、日本の計画はどのぐらいの位置づけなんでしょう。今まず世界全体ではその2度とか 1.5 度に向かうペースには全然足りてないということが分かっていて、で、まあ、これは各国が自主的に設定した目標を積み上げたものですね。でそれが全部達成されたとしても、まあ、足りないと、何倍か足りない、何倍かなんですね。何倍か足りないですね。で各国全ての国が目標を引き上げていかなくちゃいけないんですけれども、で日本はとりわけ今に目標が低いっていうことが不十分だっていうことが、まあ、かなり批判されてますよね。まあ、日本はなんとなく環境先進国のイメージが多分多くの人が持ってるんではないかと思うんですが、この気候の問題に関しては、まあ海外からはどういう評価を受けてるんでしょう。まあ、一番大きいのがその石炭、火力発電をまだ作ろうとしていると、いうところが非常に、まあ、象徴的ですよね。で、まあ、ただ日本はもちろん そんなにサボってるわけではなくて、日本っていうのはその国土の面積の割に人口密度がすごく高いので、その面積に比べてエネルギー需要の密度は高いんですよね。なるほどね。だからその同じぐらいの大きさのヨーロッパの国と、同じぐらい再生可能エネルギー太陽風力入ってるんだけど、需要が大きいんで全然足りないんですよ。とヨーロッパの国はその他の国と送電網でつながってて、電力足りない時余った時やり取りできるんですけど、日本はそれができないと。なので、まあ、日本が、まあ、実は結構難しいっていう条件にあるんですよっていうのは、まあ、言い訳に聞こえるかもしれないけど、その通りの部分も多分あって、だけど、まあ、そんなことばっかり言ってるわけにもいかないので、これからやっぱりその再生可能エネルギーをどんどんその国内でもその安く導入できるように、その、まあ、ルールとしてもしていって、それで電線につなげるように、で、まあ、しかも今メガソーラーは山を木を切ってメガソーラー設置して問題になってますけれども、そういうのじゃなくてみんなが納得できるような場所に増えるように、それもまあそういう仕組みを作っていって、でそれで僕は今そういう方向に政策自体は行ってるので、加速していくと思いますけど、ね。なるほどね。はい、ちょっと私の本業に関する話にちょっと、はい、
移っていきたいんですけれども、私はあの住宅の、まあ、ゼロエネルギーハウスといいまして、まあ、年間を通して、まあ、ほぼ、エネルギー使用量がゼロになる住宅、まあ、夜は電力会社から買う方が中心になりますけど、昼は、まあ、太陽光発電で発電して、まあ、余ったら売電と。で基本的に建物は断熱を高めたりして省エネにして、極力エネルギーを使わない で太陽光を乗せて、まあ、年間を通してプラマイゼロという普及が始まっていまして、これが、まあ、2015年に、まあ、ゼッチのロードマップができて、で2020年に新築住宅の注文住宅において約半分で、2030年にはほぼ全ての新築住宅がゼロエネルギーという目標で今進んでいるんですね。で、まあ、そういう方向というのは先生のような研究者の立場からするとどんなふうに見えるんでしょう？あの方向はもちろん、うん、あの全く正しいですよね、うん、であとはそのスピードですよね、うんうん、合わせて、ゼッチを超えるライフサイクルカーボンマイナス住宅という、まあ、ゼッチよりもさらに CO2 削減に貢献する住宅の概念がありまして、そういったものも普及をしていくと、まあ、結果的に2050年頃にはあの地域全体、コミュニティ全体で見ると、まあ、家庭分はゼロにできるという計算で今進んでいるんです。やっぱりなんかその常識が変わったっていう感じがしますか？その変わったと思いますね。今2020年にこんなに、うん、まあ、その新築の2割ゼッチが入る、みんなが太陽パネル乗せてるっていうのが、まあ、想像つかなかったです。もう夢にも思わなかった。もう夢にも思わなかったですか、そのね、夢にも思ってなかったっていうのは僕好きなんですよね、うんうん、なるほどその夢にも思ってなかったことを起こるっていうのはこの社会のいいとこでありまして、でそれ何を意味してるかっていうと、今こんなことを考えても無理だよっていうふうに言ってる人が実は正しくない可能性があるってことなんですよね、うんうん、なるほどね、うん、でそれを考えるとなんかやっぱりいろんな可能性があるなっていう、うん、なんかすごくいい話ですよね、うんうん、先生が活動されていく中で、まあ、NHK にも出られたりいろんなところでご講演とかもされてらっしゃると思うんですが、私たちみんなで共有して、社会的な関心の高まっていくためにどんなことが課題というふうに、まあ、日常の活動を通じて感じていらっしゃいます、はい、もうそれはあの非常に僕の中ではっきりしていて、あのなんていうんですかね、前向きになることですよね。あの温暖化対策って負担のイメージがすごくあるんですよ。温暖化対策しましょうっていうと、なんかじゃ あのエアコンつけたいんだけど我慢して汗かいたりとかですね、あの車に乗りたいんだけど我慢して歩いてるとか、もうなんかヘトヘトになってみたいな、あのそういうイメージですよね、多くの人にとって。で、まあ、温暖化対策します、あの、まあ、我慢します、辛抱します、余計にお金を払います、お金を負担します、何かあの便利なことを諦めます、快適なことを諦めます、生活レベルを落とします、地球のためですからそういうふうになっちゃって、でそうじゃなくて、だってゼッチを建てるのとかは快適だし楽しいわけですよね、あのワクワクすることわけですよね。でそういうなんかポジティブなイメージの温暖化対策っていうのは広がるのっていうのはものすごく大事なの でその意味においては、あのゼッチっていう話はとてもなんかいいパーツだと思うんですよね、社会が前向きにそのあの脱炭素に向かっていくことにとってね。あ、おっしゃるようにゼッチはですね、おおむねあの初期投資は10年ぐらいで回収できるので、考え方を変えれば10年経つともう無料のカーボンフリーの電気を、まあ、それこそ割とこう自由に使える家計になるんですよね。でそれで、地球環境にあのポジティブな貢献をしているというようなことで、なんかそんな前向きな発想になっていくと、まあ、ゼッチもあのお客様もより一層関心を持っていただけるかなと思いましたですね、うん、いやでもね、うん、もう当たり前になると思いますよ、うん、ゼッチが、うんうん、そうですか、うん、だってそっちの方がいいんだもん、うん、そうですね、みんな建ててれば自分もそういう風になりますし、うん、そうですね、あの
もう多分もう一歩で転換点で、うん、ハイブリッドカーが最初はやっぱり皆さん半信半疑だったところが、おそらくタクシーがプリウスとかハイブリッドカーになった時期があって、おそらくたくさん乗ると十分経済的なメリットもあるし、ね、まあ CO2 も極力出さなくて走れるというようなことも認識があったのではないかなと思いますが、まあ、デッチも多分どっかで分岐点があって、そこからそのハッピーになるためにゼッチということになっていくのではないかなと思いますですね、うん、じゃあ今日は、はい、長時間になりましたが、はい、ありがとうございます。地球の未来の話から、まあ、ゼッチの話までお付き合いいただきました、ありがとうございました。今日は今から家を建てられる方中心にこの動画を見ていただきたいなと思っているんですけれども、まあ、先生から最後一言いただければありがたいです。いや、もう一言言うと絶地が当たり前になりますよ、うん、でこれは考えると、LED がね、うん、LED は高いけど、うん、今みんな電球買いに行くと LED しか売ってないですよね、うんうん、同じようにして、まあ、そのうち家買いに行くと建てようと思うと絶対しか建てないようにみんななりますんで、もうその時代が早く来ることを、その家を建てようとする人も建てる側の人もそれをこう少しでも早めるように、なっていってくれたら、より早く脱炭素しますので皆さんよろしくお願いします。先生、今日はどうもありがとうございました。